ボイチ・リュッカ・コミックス・ゲームズ2014ボイチは、大韓民国ソウル特別市出身の漫画家。本名、ボク・タケナオ。漫画に活かすため大学では、物理学を専攻。演出技術を学ぶため秋。経営術大学校大学院では映像を専攻。1993年、韓国の少女漫画雑誌である、ミール氏に、掲載の、アンニョン。キャプテンでデビュー。 少女漫画誌、ウィンク誌に1994年より連載された無一文漫画教室のヒットで人気作家となる。女性漫画誌で活躍する男性漫画家という当時の韓国では異色の経歴で、当時は韓国女性漫画家協議会に加盟していた。少女漫画家時代においては、ウィンク誌に連載されたトゥーミヤ、ビジュー誌に連載され、歌手のキムヒョンジョンが原作を担当したことでも、 話題となった TRY などが代表作。2000年より青年漫画を描き始め、韓国の Webtoon のサイトであるコミックストゥデ d にフルカラーの青年漫画フィーリングを連載。2004年に日本の青年漫画誌コミックアウンのラパリジェンヌで日本デビュー。2006年よりヤングキングで三軒六ックを連載。長期連載となり、 2016年2月に終了した。同年、週刊ヤングマガジンで、オリジン、2017年に、週刊少年ジャンプで、ドクターストーンを連載開始。アクション作品に限らず、ラブロマンスや SF 作品も描く。作品の内容に随所に、パロディや社会問題を織り混ぜることも多い。主に劇画調の濃い絵柄が特徴であるが、児童向け漫画作品や、ドクターストーンでは、 少年漫画ということもあってかやや抑え気味で、コメディ色が強い絵柄となっている。伝部に対して強い関わりがあり、青年漫画と青年漫画ではその部分を強調した場面を頻繁に描いている。ウォルマン、ウォールマンマイナスのメインキャラ3人が三軒ロックの物語終盤に登場したり、三軒ロック主人公の剣がオリジンでパトロンとして主人公を支援するなど、 スターシステムを取り入れている。代表作の一つである三剣ロックでは主に体術の駆使とその結果を絡ませた章から始め、韓国における暴力組織であるゴンダルといういわゆる人狂の世界に迫り、そして主人公は何を正義に戦うのかを徐々に見出していく。2006年にモーニングに掲載された SF 読み切り作品ホテルでは、 作者自身が培った豊富な知識と画力を生かした。また2008年に同誌に掲載された、すべては、マグロのためだったわ、翌年の草原 SF 文庫版、年間日本 SF 傑作選に収録された。韓国では、一部作品を除き、日本で使用されている、ボイチ名義ではなく本名の、ボクタケナを名義で、単行本を出している。また、 韓国で発表した漫画では頭に星が生えたに、闘身の人間を自画像として用い、日本で発表された漫画では頭部に回転灯のついた、ロボットを自画像としている。ドクター・ストーンで、第64回小学館、漫画賞少年向け部門を、オリジンで、第22回文化庁、メディア芸術祭漫画部門大賞を受賞。以下、韓国国内のみで発売された。 作品以下、日本で発売された。作品以下、韓国国内のみで発売された。書籍以下、日本で発売された。書籍以下、韓国国内のみで発売された。書籍以下、日本で発売された書籍。ありがとうございます。